デュポン。デュポンはアメリカ合衆国デラウェア州ウィルミントンに本社を置く化学メーカー。正式社名はデュポンドヌムール。日本法人はデュポン株式会社。ニューヨーク証券取引所上場企業。規模は世界第4位アメリカで第2位。世界最大はバスフ。石油会社を除けば時価総額ベースでは 世界で4番目に大きい科学会社である。メロン財閥、ロックフェラ財閥と並ぶアメリカの三大財閥と称されることもある。後者とは刑罰である。第一次世界大戦、第二次世界大戦では火薬や爆弾を供給したほか、マンハッタイ計画に参加し、ワシントン州、ハンフォードサイト、テネシー州のオークリッチ国立研究所でウラニウムの分離、 生成やプルトニウムを製造するなどアメリカの戦争を支えた。創業者はパリ生まれのフランス系アメリカ人のエルテール、イレネー・デュポン、1771年から1834年である。エルテールの祖父はユグノー派、フランスプロテスタントの時計職人で、父は経済学者で政府の官僚にもなった、ピエール・サミュエル・デュ・ポンド・ヌムール、ピエール・サミュエル・ジュ・ポーン・デ・ナモースであった。 フランス革命を避けて1799年に一家でアメリカに移住したエルテールはアントワーヌ・ラボアジエに支持し科学知識があり黒色火薬工場としてデュポン社を設立した当時アメリカで生産されていた黒色火薬は極めて粗悪であったためビジネスは成功した徹底的な品質管理と安全対策 そして高品質によりアメリカ合衆国連邦政府の信頼を勝ち取り南北戦争で距離を上げた。20世紀までにはダイナマイトや無塩火薬などを独占して製造するようになった。デュポン家は早々期の自動車産業に着目し、1914年にはピエール・デュポンがゼネラルモーターズ GM に出資した。後に彼は社長に就任し、 彼の指揮とデュポン社の支援のもと、ゼネラルモーターズは全米一の自動車会社へと成長した。GM 支援とは別に、1919年から1931年にかけては自社でも自動車を製作した。エンジンは主にコンチネンタル社製を使用した。1920年代以降は科学分野に力を注ぎ、1928年には重合体、 ポリマーの研究のために、ウォーレスカロザースを雇い、彼のもとで合成ゴムやナイロンなどが発明された。さらにテフロンなどの合成繊維、合成樹脂や農薬、塗料なども研究、開発し、取り扱うようになった。一方、第一次世界大戦の賠償として、摂取済みのデグサイルワイを1930年から2年ほどかけて買収した。軍事化薬生産も盛んで、 1934年から内委員会の調査対象となった。陸軍の割り当てを受ける当時の独占率は97%もあった。世界恐慌の前後インペリアル・ケミカル・インダストリーズとカルテルを改締結したが、1929年の協定は IG ・ファルベンの参加を構想していた。1957年、デュポン社が反トラスト法の適用を受けて、 GM 株を放出した。その後、デュポン社は化学製品の開発を通じてアポロ計画の成功にも寄与した。1981年、大手石油会社この子を100%子会社にしたが、1999年に売却した現この子フィリップス。近年はナイロン事業や医薬品事業などを売却する一方、農業科学、栄養健康、 産業用バイオサイエンスなどの高成長分野に注力しており、モンサント社、新ン他社と並ぶ大手趣旨会社としての顔を持っている。デュポン社の製品は環境問題となったことがある。例えばテフロン製造に伴い使用されるペルフルオローク炭酸 C-8 の健康への危険性、発言性などを隠して作業員などに健康被害を聞こたことで合衆国の環境保護庁、 EPA に訴訟を起こされた。また、ゼネラルモーターズとともに、フロン類、クロロフルオロカーボン、CFC の発明、製造を行い、長年にわたって、市場シェアの多くを占めてきた。オゾン層破壊と、温室効果が問題になった1980年代末になって、デュポンは、CFC の製造販売からの段階的退出を表明したが、1990年代半ばまで、 製造を続けていた。その後は、ハイドロクロロフルオロカーボン、HCFC、ハイドロフルオロカーボン、HFC などの代替フロン開発を、進め CFC からの置き換えのリーダーシップを取っているが、HCFC や HFC にも高い温室効果があることが問題視されている。2015年12月11日、ダウケミカル社との対等合併を発表し、 2017年9月、両社はダウ・デュポンとして経営統合された。ダウ・デュポンの会長はダウ・ケミカルのが CEO はデュポンのが務めた。この経営統合は、両社の事業を特殊化学品会社、素材化学会社、農業関連会社の3つの会社へ再編することを目的として割れ、2019年4月1日にまず、素材科学会社がダウとして分離。 同年6月3日に農業関連会社がコルテバとして分離し、コルテバ分離の時点でダウ・デューポンはデューポンへと改名し、新たなスタートを切った。経営統合以前のデューポンの正式社名はであり、事業再編後の正式社名は再編前と異なる。なおこの間、日本法人の名称はデューポン株式会社で変更されていない。楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。